はい、皆さんこんにちは。こちらうちの iMac ですが、動画編集用の作業ディスクとしてはですね、外付けの SSD を使っていまして、まあ、結構ねレスポンスが良くて、まあ、容量も大きいということでですね、まあ、便利に使っていますけども、まあ、ある程度ね過去のファイルになったものについては容量も食いますので、昨年の今頃からですね G-RAID という、まあ、このサンダーボルト接続の、まあ、RAID のねハードディスクをね使ってる、逃がしてるんですよね、こっちにね。でこれミラーリングにしてるんで、自動的に、まあ、2つのディスクにですね、まあ、同じデータが保存されるようになってるわけですけども、ちょっとねもう容量が 13.4MB とかになっちゃってね、残り、まあ、それで今日はですねこの RAID の中身のねディスクを入れ替えてみたいと思ってます。で入れ替えていたらね、いろいろちょっとね注意点も分かったんで、その辺もね、説明してみたいと思います。はい、それではですね、こちら G テクノロジーのね G-RAID with Thunderbolt 3ですけどね、このように、まあ、2機のハードディスクが入っていまして、今 RAID 1というねミラーリングの設定になっています。まあ、容量は1台分しか使えませんけど、自動的にもう1台分のバックアップがね、まあ、これミラーリングで作れるということでね、まあ、非常に便利です。であとはねこのハブ機能があってですね、まあ、デイジーチェーンとして Thunderbolt 3のね機器がこうやってねもう1台ねつなげるということと、まあ、あとは HDMI の出力が、ね、あったりとかね、まあ、そんな感じのね、まあ、このハブ機能もあってですね、まあ、それで結構ね、まあ、高性能のものとなっているわけですよね。で、今回はですね中身の入れ替えとして、まあ、このウエスタンデジタルのねブルーっていうのの 6TB のディスクをね用意しました。はい、それでハードディスクの他にはですね、この取り出したハードディスクの方をですね、まあ、たまに中の、ね、データが必要になりますからね、まあ、それを読み込むためのこういったリーダーを用意しました。でこれね直接ブスッとね差し込めるんで、まあ、簡単にねアクセスができます。でこちら G-RAID の中身を出していきたいと思います。はい、まあ、3.5 インチなんでね結構でかくて重いですね。それが2機入っているということでね、それでねこれ、まあ、ネジ止めなんですけどね、中身を見るとやっぱりねこれ回転数 7200rpm ですからね、まあ、結構速い方のハードディスクなんでね、今度のは5400なんでね、まあ、ちょっと惜しい気もしますけどもね、まあ、同じ 6TB を用意したというね感じになりますね。これは 5400rpm です。でこれねネジ止めなんでね、これネジ外してかなきゃいけないんですけども、でこれ、まあ、そのネジのところねお見せしてもしょうがないんで、高速早回しでね、お見せするとこんな感じで外れました。はい、まあこういった感じでですね、まあ、あの保存もねコンパクトになるのがね、あの電源付きとかのよりはいいですよね。で、こちら新しい方をトレーにセットするというねことでですね、でこれもまたネジ止めなんでね、まあ、超高速で早送りしてしまいますけどもね、まあ、結構めんどいっちゃめんどいですよねこれね。はい、でこれね2台分やったんでね、これ入れていきたいと思います。まあこうやってですね引き出し式になってるんでね、まあ、これトレーがね別売りであったらなおいいんですけども、ちょっとね今のところ見つかってないんですけどね。でこんな感じでブスッと入れるというね感じで、はい、これでもうね、まあ、挿入は完了してですね。であとはまあセットの方ですね、これ G-RAID の専用のアプリでですね、またミラーリングの方に、設定しましてですね、まあ、それで、このようにですね、まあ、RAID 1でね設定をしたわけですよね。で、まあ、その先ですね、ディスクをね初期化しないといけないの でこれ でこれMacOS のアプリのディスクユーティリティですね、まあ、このように、まあ、初期化の作業を行ったというね、まあ、ことでございますね。まあ、これがね、前に入っていたディスクの時もね、このようなセットアップ方法でやったというね、まあ、そんな感じでございましたけどね。これでもミラーリングがね、自動的にできるようになるんですけどね。で、一応ですね、速度の方を測っておきました。
まあ、あのハードディスクなんでね、でしかもこれレイド0だったらかなり、早いらしいんですけどね。ですけどレイド1ですから、まあ、153MB/s という、ね、ぐらいな感じでございますね。まあハードディスクとしてはまあまあというところでしょうか。はい、それで取り出した方のハードディスクのね確認をしたいと思います。ちゃんとデータの方ね、読み込みできるんでしょうか。まあこちらのリーダーに入れてですね、まあ、今電源を入れたとこですが、まあこれでね普通に読み込めればですね、まあ、この必要になった時に、まあ、ファイルをね取り出すことができるというねことなんですけどもね、なんか時間かかってるなと思ったら、なんとここでですねポップアップが出てしまいましてね、これがなんと読み込めませんってね出てるんですよね。あれー、これはちょっとミラーリングだからね、レイドでも、まあ、これ問題ないとね目論んでいたんですけどね、まあ、レイド0とかだとね片側入れてもね認識しないのは当然なんですが、それでまあね、これデータもなくなっちゃったんじゃないかなって思ってね、心配しながら、一旦この G レイドの方にね、1個だけ戻してね、ちょっと読み込みができるかね、見てみますけども。まあこれね、前はね、これで、まあ2台ともね、読めていたわけですから、多分可能なんじゃないかなってね、思ってるんですけど、やっぱりね、ちゃんとね、これ中身が出てね、で、中身確認してもね、ファイルの方は無事にあったんですよね。で結局ねどうやらね G レイドのアプリで設定したレイド1はですね他のリーダーではね読み込めないみたいなんですよね。だからまあこれ、まあ、設定自体がねそもそもダメだったっていうねことのようなんでね。はい、ってことでね、まあ、ちょっとね、今後使っていくにあたって新しいディスクでねいろいろ試してみました。まあ、このまだねこの大事なデータが入っていないねディスクが2つありますからね、まあ、これで試せばいろいろわかるのかなと思いまして、で MacOS の方でね、レイド設定ってできないのかなと思いまして、でまずねこの G レイド専用アプリの方ではですね、これレイド1ではなくて JBOD って、まあ、このそれぞれ別個のディスクとして設定をし直しました。まあ、それでですね、2つのディスクを、まあ、MacOS のディスクユーティリティでね、まあ、これ初期化し直すというね、まあ、そういったプロセスを今ね行っているところなんですけどね。まあ、これでね2台のディスクとしてね、まあ、このデスクトップに、ね、出てきていると思いますけども、でそれをですねこの左上のファイルメニューの一番下にねレイドアシスタントっていうのがあるんですけどね、まあ、これで、ね、レイド設定をするってことでね、G レイドの、ね、専用アプリではないこちらで、ね、設定をするわけですね。でこの先ですね進むとこのような画面が出ましてですね、でここでねミラーリングレイド1を選んでみました。で次へ押すとですね、でまあこれ該当のこのディスクをね2つ選べるんで選んで、で次へ押しますね。でこれによってですね、まあ、ミラーリングというね感じになると思うんですけどね。でまあそこそこね時間はかかりますが、これ完了しましてですね、はい、でこちらねディスクを取り出してですね、まあこれにこの差し込んだ場合ね、ちゃんと認識するかどうかがね、分かればいいということでね、でこれ今ね、電源入れて、マウントをねしているところですけどね、まあこれでねもう出てこなかったらちょっとねこのもうレイド1自体がね、いまいち使えないななんて思っていたわけですけどもね、まあなんとなんとここでですね、マウントされて出てまいりましたね。あ、よかったよかった。でこれ中身ね、3つほどねデータファイルを入れてたんでちょっと見てみると、こんな感じでね、あ、大丈夫、3つねちゃんとファイルもね保全されてますからね、このやり方だったらね問題ないみたいですよね。はい、ってことでねまとめなんですけどね、まあこれ G レイドの場合なんですけどもね、まあ、G レイド専用アプリでレイド1のね設定したものがね別のハードディスクケースとかリーダーで読めないってね感じのようでですね、まあ、どうもねコントローラーのスイッチの切り替えが、まあ、これソフトウェアなだけなのかと思ってましたもんね、どうも違うみたいですよね。でまあ、これ取り外し後に別のケースで読めるようにするにはですね、まあ、MacOS のディスクユーティリティでレイド1設定をする必要があるっていう、ね、ことのようですけどね。
ただね、これこのままだとね、私の場合 Q ファイルね、取り出しが使い勝手悪いんでね、まあ、これ一つだけでもね、ちょっと普通のフォーマットで、ね、コピーし直さなきゃいけないかもしれませんよね。まあなんかそれ考えるとね、このレイド1のミラーリングであったらね、別に高価なレイドケースを買う必要があるのかってね、感じはしますよね。レイド0であればね、まあこの速度向上とかって意味で、まあこの必要かと思うけども、まあひょっとしたらね、もうこれ外付け2台でね、MacOS でね、設定した方が安上がりという可能性の方がね、高いのかもしれません。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。